サトシさんが、はい、あの競輪に興味を持たれたきっかけって何ですか？たけしに、はい、そう平塚競輪誘われて、はい、まあ、ちょっとその前からリハーサルの時とかに、はい、競輪面白い競輪面白いってずっと言ってて、はい、で行こうぜってなって。どうですかその競輪のイメージっていうのは？そうですね、ヒューマンドラマーですね。やっぱりその部分を感じてもらえたわけですね。はい、僕本当に、はい、面白いなって思ってるやつがあって、決まり手にマークってあるじゃないですか、はい、普通になんか人間社会にも、はい、そういうのってあんなと思って、先陣切ってやるやつの後ろについてるやつがいて、うん、でそいつがいろいろな問題を対応しながら前のやつが切り開いててみたいな、そういうのに置き換えると、もうなんか本当に、まあ、僕ちょっとボーカルやらせてもらってるんですけど、詩の糧にもなるというか、はい、それは本当に思います。サトシさんのこう注目選手なんかは、ちょっとファンっていうところもひっくるめて古性選手ですかね、はい、彼は魂のゴングですから、はい、なんかすごい力強いというか、うん、はい、本当にね、こう勝負に妥協もないですし、そしてまた人も大切にしますし、うん、こう見てる人を熱くするっていうのは本当にこう、まあ、いやもうまさしくそういう感じでした、はい、で見させてもらってます。素晴らしいレース数々見てきたんで、必ず取れると思っております。頑張ってください。応援してます。これもう故障も頑張らないといけませんね力になると思いますありがとうございます。